こんにちは、賃貸のまさきです。本日は奈良市法華寺町にございますエクレール 1LDK アパートのご紹介をさせていただきたいと思います。まずですね、私がいますのが洋室となっておりまして、こちらですね、ベッドルームとしてお使いいただけるような、3畳ほどの、洋室となっております。またですね、こちらの方もちろんエアコンや、テレビの方も設置可能となっておりますし、こちらにですね、開けていただきますと大変大容量な、ウォークインクローゼットがございます。こちら両サイドにですね、ハンガーパイプの方もございますので、まあ、こちらでですね、十分衣類などを収納していただけるような、お部屋となっております。はい、またですね、こちら横がリビングとなっておりまして、リビングとはですね、このライトスルースクリーンで仕切っていただくようにもできておりますし、また開けていただくと、大変広々としたリビングとも、としてもお使いいただけるような間取りとなっております。こちらのリビングなんですけれども、キッチンスペース含めまして約 13.5 畳ほどございまして、大変広々とした、リビングとなっております。こちらにですね、ダイニングテーブル、ソファー、またテレビ置いていただいて、おくつろぎいただけるような広さのあるリビングとなっております。またですね、こちらの方を開けていただきますと、バルコニーとなっておりまして、まあ、こちらでお洗濯物やお布団ですね、十分干していただけるようなスペースのある、バルコニーがついたお部屋となっております。またですね、すべての窓ガラス、ペアガラスを使用しておりますので、大変遮音性が高いお部屋となっております。また設備といたしまして、エアコンの方と、室内の、照明の方がすべてついておりますので、こちらは特殊な日を抑えられる物件となっております。こちらの方は、見ていただきますと、キッチンスペースもあっているんですけれども、こちら人気のカウンターキッチンとなっております。カウンター部分はですね、このように棚の高さを調整できるような収納がついておりますので、こちらも、ご安心ください。こちらの方を見ていただきますとですね、こちらにモニター付きのインターホンがございます。カラーでお話、カラーでお顔を確認してお話ししていただきますし、こちらにですね、給湯器のリモコンございますので、こちらで温度変更などすぐしていただけるようになっております。その横がですね、ホームセキュリティのセコムが導入された物件となっておりますので、セキュリティ面も十分安心していただけるお部屋となっております。こちらの方がキッチンスペースなんですけれども、大変広々としております。IH コンロが2口、ついったシステムキッチンとなっておりまして、調理台もですね、両サイドにございますし、シンクもゆったりとした広さのあるシンクとなっております。またですね、収納に関しましてもこのようにですね、たくさんございますので、お鍋やフライパンなども、収納しやすいような引き出しタイプの、収納がついたキッチンとなっております。後ろの方にですね、冷蔵庫や食器棚を置いていただけるようなスペースも十分確保されております。はい、続きましてこちらの方が、洗面所となっておりまして、洗面所はですね、このように閉めていただくこともできるようになっておりますので、こちらも、大変嬉しいポイントとなっております。またですね、こちらの独立洗面台なんですけれども、大変広々としております。こちらの方に、椅子などを置いていただいて、お化粧台としてもお使いいただけるような、独立洗面台となっております。もちろんシャンプードレッサーもついておりますし、後ろの方がですね、室内洗濯機置き場なんですけれども、上の方にこのように、棚がございますので、こちらの方でですね、タオルをかけていただいたりとか、こちらの方、洗剤を置いていただけるようなスペースも、ございます。さらにこちらですね、バスルームが大変魅力的でして、一坪風呂となっておりまして、足をゆったりと伸ばして、入っていただけるようなバスルームとなっております。もちろんですね、給湯器のリモコンございますし、温度変更もすぐしていただけます。また上の方に、浴室乾燥機もありますし、換気窓がついた、バスルームとなっておりますので、換気面も安心していただける、バスルームとなっております。はい、廊下の方、リビングの方に一旦戻りまして、こちらですね、廊下の方出ていきますと、こちら2階のお部屋となっておりまして、階段を降りていただきますと、玄関スペースとなっております。シューズボックスももちろん、ついておりますので、ご安心ください。こちらの方がですね、開けていただきますと、お手洗いとなっておりまして、不要式のウォシュレット付きのお手洗いとなっております。上の方に棚もございますので、こちらもお使いいただけるようになっております。はい、またですね、廊下の方にですね、このような収納スペースございます。衣類と別にしたいものですね、掃除機であったりとか、趣味の小物であったりとか、たくさん収納していただけるような、収納がついた、廊下部分となっております。まだまだご紹介させていただきたいんですけれども、詳しい内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。